うまい、美味しいです。しっかりとした生姜が効いております。美味しいです。ご飯も進みます。こっからは4倍速できます。ここ古川食堂さんはいつ来てもすごく混んでおりますので、皆様も来るときはなるべく早めに来た方がいいかもしれません。そして駐車場の方も限られておりますので、ご近所に迷惑にならないように止めてください。そして何といってもこの鶏天なんですけども、タルタルでも美味しい。そしてこのウスターソース最高でした。つけつけ最高。またこちらのもつ炒めの方も野菜はシャキシャキ、そしてもつの方はジューシー、最高です。そしてご飯の方の大盛りも無料になっておりますので、皆さんお試しください。私の腹がポテリになってきてます。どんどん入っていきますね。そしてこちらのレモンをかければまた一味変わります。うまいです。そしてマルチーが頼んだ焼肉定食なんですけども、とっても美味しそうでした。でもマルチーが思いのほか美味しそうに食べていたので取れませんでした。残念でした。またゴリさんが今回頼んでいた豚キムチーズなんですけども、ジューシーそうで美味しそうだったのですが、ゴリさんペロッと食べちゃいました。あっという間でした。すごいです。鬼のような形相で食べております。そうこう喋ってる間にご飯の方は食べちゃいました。そして味噌汁の方もペロッといっちゃいます。完食です。残りはウスターソースをかけて、こちらのキャベツとホルモンだけになっております。こちらのウスターソース、こちらのキャベツにかけても最高に美味しいです。古川の食堂さん最高ですね。店内の雰囲気も最高の雰囲気を出しております。かなりいいお店です。美味しいです。こちらのホルモンがラストです。さあ食べきれるか、今回のデカ盛りなんとか完食できそうですね。さあ頑張っていこう。そして私思ったんですけども、大食いチャレンジする時の鉄則です。ホルモンかなり顎が最後破壊されます。噛めば噛むほどジューシーなホルモンなんですけども、そちらの方が最後に残るとかなり厄介です。今回は野菜を最後に残したので、さらさらいけそうですね。さあ完食いけるか。ラスト頑張れ。こちらで完食です。豆腐の方を食べてごちそうさまでした。ゴー。今回のデカ盛りは完食いたしました。ゴー。マルチ食べちゃったの、すごいね。当然ゴリさんは腹半分です。すごっ。ごちそうさまでした。また来ます。美味しかったです。お腹の中でデブ祭り、古川食堂さん最高です。チャンネル登録してね。